はい、皆さんこんにちは。視聴者さんにコメントで目が可愛いですねとか演技が上手とか言ってもらえてめっちゃ嬉しい、けしまるです。はい、ということで、はい、ということでですね、今朝撮ってるんですけど、まあ、なんか最近2、3週間前に脂っこいものとか食べ過ぎてお腹が痛くなって、でそっから体調を崩しまして、でなんかもうやっぱそろそろちゃんと健康に気をつけようと思って、ご飯もね食べるものを選んで、なおかつ小食、いやもう食べ過ぎない、胃の胃腸に負担をかけないようにするっていうのをやり始めてるんですけど、で食べ物もだいぶ何を食べようかとか栄養バランスとかもいろいろ考えてご飯を作っていろいろやってるんですけど、小食にしてからなんですかね、めっちゃ眠れないんですよね。これあるあるなのかな、小食にした人の。ちなみに私はその16時間食べない時間を作るっていうやつをやってて、なんだろうな、1日のトータルだと別にそこまで偏ったご飯を食べてるわけじゃないと思うんですけど、小食にするとすごい、なんて言うんですかね、寝る時間短くなるのかなと思って、いやでも多分なんかよくわかんないですけど、めっちゃ寝れなくて、で今も昨日も多分3時間寝れたのかな、なんか寝たり起きたり寝たり起きたりみたいな感じで、多分体が慣れてないんでしょうね、なんかよくわかんないですけど。そう、ちょっとね私膝が痛くなる体質だったり関節が弱くて、なんかその辺もその16時間食べないでオートファジーの機能を使って、まあ、お医者さんにねすぐ行ってやるんじゃなくて、あとは姿勢とかも変えたりとか、なんかいろいろ自分のできることをしたいと思って、まあ、始めたんですけど、まあ、ちょっとねやってみて何週間か続けてそれでもずっと眠れなければちょっとなんか考えなきゃいけないですね。夕食炭水化物抜いてるんですけど、夕食にちょっとだけ炭水化物追加するとか、まあまあまあ、そう今そんな感じで日々実験してる感じです。見てくださってる方の中に、なんか自分も小食が食べ過ぎとかをやめて胃腸に負担をかけないような生活始めて睡眠時間減ったよとか、もしそういう方がいたらコメントしてくださると嬉しいです。まあね、何はともあれやりすぎは良くないんでね、もう少し睡眠時間取れるようにちょっと食事もねもうちょい考えていこうかなと。具合は悪くないんですけどね、ちょっと寝不足ぐらいの雰囲気、ちょっとねこれから朝のね散歩をね20分ぐらいしてこようかなと思います。そんなご報告でした今日はということで、最後まで聞いてくださってありがとうございます。なんか皆さんもやってる健康法とかありましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録していただけるとすごいやる気出て嬉しいです。はい、ということでおぬるみやきかち、またねー。